皆さんこんばんは。さあ今日はですね、先日アップデートした、DJI Osmo Action 3と、GoPro Hero 11 Black、この2つの夜間をね、もう一度、比較していきます。で、Action 3の設定なんですが、D-Cine-like の 10bit、色温度は4500に、固定しています。で、ISO 感度のマックスは、両方とも6000何百だったかな、はい、に設定します。前にですね、アップデート前のその車載比較の時にコメントで ISO 感度の最大値を合わせてほしいっていうリクエストをもらったんで、今回は、ISO 感度の、ね、最大値をどっちも合わせておきました。アクションする方がもう一段階12800選べるんですが、まあ、GoPro が6400までってことで6400にしています。さあどうでしょうか。10ビットになってね、アクション3は、そうですね、日中ね、何回か動画撮って、見たんですけども、最初見た時は大したことないかなと思ったんですが、まあ、よくよくねこう見てみると、あ、なんか結構その、まあ、高精細感っていうところはそこまで変わんないんですけど、やっぱノイズが全体的に減ったような気がしますね。うん、こればっかりはちょっと体感難しい。もう YouTube にアップするだけでも劣化してるだろうって言われたら、ちょっと何とも言えないんですけども。でも前のね、アクション3よりかは、明らかにそのシャドウとハイライトのバランスが良くなってますね。前のね、アップデート前だったら、仮に D-Cine-like だったとしても、こういう光の強いところとこの影の強いところがめちゃくちゃ差が激しくて、もう白飛び黒つぶれが当たり前に起こってたんですが、今回からはですね、D シネライクもそうですし、まあ、D シネを使わなかったとしても画質向上という設定があるんで、それでね相当、良くなっています。で、 HDR も追加されて、まあ、まだね HDR に関しては日中しかやってないんですけども、どうですかね、日中の取って出しだったらなんかあれが一番ベストな気がします。あれで色温度を固定してちょっとダビンチでね、修正してあげれば相当ね映像は見やすくなるはずです。まあ、ただそのもうダビンチを使えるんであれば正直 D-Cine-like でもね全然問題はないと思うんですが、取って出しの人はかなり今回のねアップデートは良くなってるんではないでしょうか。そして、GoPro の方なんですが、なんかこれ大丈夫、このちっちゃい画面からでも相当白くぶっ飛んでる気がするんですけど、まあ、マックスが6000って普通やらないですからね。だいたいね、僕の中で GoPro のベストセッティングって ISO 感度のマックス800なんですよ。これ前の GoPro 10の頃からもそうだったんですけども、そのくらいが一番バランスがいいと思います。確かにね、 GoPro は ISO 感度上げれば、アクション3よりかもすごくね明るくは撮れるんですが、もうノイズがね異常に出まくるんで、正直この設定はほとんど僕はやったことがありません。さあ、コースはですね、これ前回といいますか前にね、これ夏じゃないか秋かなに、同じくねこのポケット3と、GoPro を比較したコース、全く同じコースをね走っています。動画下の概要欄の方にですね、その時の、ドライブの様子の動画はありますんで、もしよければ見てください。アップデート前のやつになりますね。本当今回のねアップデートでアクション3は相当良くなったので、どうですかね、あと何回か検証すれば、もしかしたら今だったらアクション3いいですよって言えるかもしれない。前にね、ね最初これ買った時は、まあ価格安いからあれだけど、やっぱトータルでは GoPro かなみたいな話しちゃうんですが、もしかしたら今回は変わるかもしれないですね。ただまあリニアプラスの水平ロックとかと 5. 何件がいけるってところ GoPro 強いんですけども、まあ、やっぱアクション3は価格が非常にね、他のアクションカムに比べて若干安価なところがあるので、そこで、まあ、勝負ができるんだと思います。さあだいぶねここから明るい、街灯が多いところに入っていきますが、この辺でなんか差が出てきそうですね。そうですね、アクション3このちっちゃい画面で見る感じでは前よりかやっぱなんかノイズ少ないように、思います。あとやっぱこの白飛び黒つぶれが比較的、まあ、少なくなったかなっていう、まあ、GoPro は相当明るいですが、多分今そう、ね、めちゃくちゃ白飛びしまくってると思います。目の前には、ね、ツルハードラックかながあるんですけども、これどうですかね。あ、そうそう、一応2つともリニアプラス水平維持っていうか、GoPro は水平ロックで、アクション3は、ホライゾンバランシング、これでやっております。さああとちょっと走ったらですね、またコンビニの方に入って、まあ、もうちょっとだけね、確認っていうか、あれをしてみましょうか。
もう今回のアップデートどうやらね、結構皆さん気にしていたみたいで、あの動画とかも前回の動画かな、はい、相当見てくれてありがたい限りです。本当ね、僕もあの偶然ツイッターでそれが上がってて、おって思ってやってみたんですけども、まあちょっと設定がね全部飛んでしまうっていうところで、ああ少しあれかなってところ、あの難しいかなってところはあったんですけども、まあそれでもこれはやる価値はありますね。あとまあ細々したところではあのロックステディプラスか、あれが追加されたっていうところもあるんですが、いまいちねちょっとこのロックステディプラスに関しては僕もね掴みきれないというか、謝罪でもねあのロックステディプラスで走ってみたんですけど、まあ、正直やっぱ変なところで斜めに傾いてしまったりとか、なんか微妙なんですよね。一応そのメーカーのその PV っていうかあれ公式を見ると、そのより荒れ地でもそのシルクのように滑らかなって書いてますけど、そんなことはなかったですね。まあ一応滑らかっちゃ滑らかなんですけど、とにかくこの加速時と減速時の上下とこのロール軸のこの変な挙動っていうのは相変わらず変わってません。それだったらまだねホライゾンバランシングの方が比較的ロール軸は安定してますね。まあここはやっぱり GoPro は強いですね。前ねあの飛行機乗った時でもあの離着陸のあの加速にもね GoPro11 は全然ねそのまあ完璧ってわけじゃないんですけど、水平かなり保ってくれたんで非常に良かったです。はい、という感じで、ぐるっと一周回ってきました。まあこれで終わったらちょっと微妙っていうかね、あんまり面白くないと思うんで、せっかくなんで夜間で HDR やってみましょうか。で GoPro の方はですね、もう一度設定を自分の中での適切なセッティングに戻してやっています。さあそれではおまけでアクション3を HDR オンにしてやっていきましょうか。これ今目の前見えますか？はい、もうですね水面っていうか水たまりが凍ってます。はい、今外の気温がマイナス3度でね、もうめちゃくちゃ寒いですね。道路全体は凍ってないんですけども、ところどころちょっと滑りそうなところがあって、いやーもうほんと12月冬ですね北海道は。そして GoPro の方はセッティングを適切にしました。まあ ISO 感度をちょっと下げたりとか、あとホワイトバランスをね少し修正しましたが、どうでしょうか。まあ HDR 初めてこう夜間で試しますけども、なんかアクション3はかなり真っ暗な感じになっちゃいましたね。でアクション3の HDR 動画は ISO 感度やシャッタースピード、そういったものは設定することができません。ほぼね取っ手出しの状態になってしまいます。まあ日中はねシャドウもハイライトもすごい持ち上がって、まあそれこそ GoPro っぽい感じのね絵作りになったんですが、夜間では、どうでしょうか。なんか見た感じ前のあのアクション3と似たようなっていうか、すごく暗いっていうかね、これ大丈夫かっていうほど真っ暗な感じですけども、確か、HDR の ISO 感度の上限って3000かそのくらいだったんですよ。だから多分ね僕の住んでる環境でやるんだったらちょっとこれ暗すぎるかな、ちょっとその田舎の方なんでね、めちゃくちゃ夜暗いんですよ。あ、でもここはいいですね。はい、あ、目の前のね、このツルハのとこどうでしょうか。あ、こうしてみるとこのちっちゃい画面でもわかるんですが、 GoPro の方はね ISO 感度は適切に処理して、もうちょっとツルハのとこ、あの看板とか白飛びしてますよね。に対して、この小さい画面ですけども、アクション3は飛んでないような気がするまあこれはちょっと大きい画面で、ね、見ないと分かんないですけども、なんかここは結構ねやっぱ違う、 HDR ならではっていうんですかね、やっぱ白飛びも黒つぶれもしづらいっていうところで、まあ、いい感じなんではないでしょうか。なんかこの設定が生きるのはやっぱり日中とか、あと夜間とかでもね、都心部とかだったら結構これ効果的かもしれないですよね。それこそこの前行ったあの渋谷のセンター街とか、あの辺はすごくねいいかもしれないですね。まあ、ちょっと僕の住んでるところでは難しいかなっていう。でもこのね、今回アクションツリーがめちゃくちゃアップデートしたんで、まだちょっと未定ですけどもね、もう一度あの DJI ポケット2と、同じ環境っていうか、前のねポケット2と同じルートを今度手持ちで歩いてみて、そういう比較もやっていきます。前のねそのポケット2の比較があまりにもひどすぎたっていうか、まあ、これだったらちょっとアクション3買うの厳しいかなって話をしたんですけど、今回のこのアップデートで相当良くなってると思います。わあ、ちょっと地面がこれなかなかねこの画面じゃ伝わりにくいんですけどね、ちょっとなんか光ってるっていうか、ヘッドライトのね光がちょっとだけその
照り返すっていうか、まあ、これ怖いんですよね。北海道に住んでる人だったらあるあるなんですけど、ちょっと地面がこうね凍ってるような感じがします。まあまだ12月もね始まったばっかりなんで、まだまだマイナス3度だったらねそこまできつくないですけど、これマイナス6度7度になってくるともう完全に路面が凍りつくんで、もうブレーキがおまけのような感じになっちゃいますね。ゆっくりねこう減速しないとすぐねツーってまっすぐ進んでっちゃうんで、それだけだから運転怖いですね。はい、という感じでもう一度ぐるっと回ってきましたが、どうだったでしょうか。まあ、またですね、このアクション3と GoPro はいろんな環境でね、再度検証をしてみますので、また見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆さんも何かの参考になれれば幸いです。で、今後ですね、こんな感じでアクション3とか GoPro の比較やっていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。